こんにちは、兄です。プレ版からですね、1月発送分届きました。まあ、中身は大体読めてるんですけどね、フィギュアーツ関係と、あと、ヨモツヘグリが入ってるはずです。では、開けていきましょう。まずは、アームズチェンジシリーズのヨモツヘグリアームズです。これね、アームズチェンジもなんだかんだ言いながらね、まだ出してきますね。これはですね、オーバーロードの武器が付属してるっていうことなので、まあね、アームズチェンジに持たせるっていうよりかは、あれかな、フィギュアーツで持たせて遊んだりとかの方が面白いかもしれないですね。はい、じゃあ次いきます。2個目、 SH フィギュアーツのガイムのパインアームズと、バロンのマンゴーアームズ。まあ、このままじゃあれだからね、出しますね。パッケージはいつもの中が見えないタイプですね。裏パケはこんな感じで、マンゴーとパインがねこう映っていてっていうところですね。まあ、ガイムアーツはね散々触ってきてるので、まあそうそう驚かないとは思うんですけどもね、まあ、どんなのが入ってるのか楽しみです。3つ目、 SH フィギュアーツのブルービート。ちょっとね、輸送箱はもうめんどくさいんでね、今出しちゃいました。これはね、正直重工 B ファイター僕見たことないっていうか、まあ1話だけ見たことあるんですけど、詳しく分かってないです。ただね、あまりにかっこよかったんで買っちゃいました。裏パケはこんな感じです。うん、なんだかよく分かんないけどかっこいいですね。で、レビューは作るんですけど、なんせ見てないんで、多分ね、そんなにいいレビューは作れないとは思うんですけども、まあね、そこら辺はご勘弁ください。一応作ります。次が最後です。はい、 SH フィギュアーツ仮面ライダーアマゾンのジャングラーです。これはね、めちゃくちゃ楽しみで、バイクの中でね、かなりいっちゃってるデザインですね。裏パケはこんな感じです。かっこいいで、僕はアマゾンすでに持ってるので、ジャングラー単体のねやつを買いました。以前出たアマゾンと今回の同梱版との違いは、なんかね、エフェクトパーツの色が違うらしいですね。まあそれぐらいなんで、今回はね、ジャングラー単体でいいかなと思って買いました。で、次の昭和ライダーはライダーマンがねバイク出るんですけども、まあ、それも同梱版と単体版とあって、同梱版の方は、まあ、過去に出たライダーマンには付属されていない叫び顔のね、パーツが付いてるっていうことなので、まあ叫び顔欲しい人はね、同梱版買うしかないなっていう感じですね。僕はね、ライダーマンすでに持ってるんですけども、まあ、叫び顔がちょっと欲しいので同梱版買おうかなって考えてます。はい、2015年の一発目のプレミアムバンダイね、まあ、フィギュアーツが3つポンポンポンと届いて、あとアームズチェンジっていう感じでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。